住宅などの建物150棟以上に被害をもたらした竜巻とみられる突風。牧之原市の現場では今日雨が降りました。住民はシートを張るなど雨対策を取っていました。昨日までに鈴木地区でも工場などへの被害が新たに確認されています。